2024年どんどん広がるくまモンランド化構想。熊本県全体がくまモンの魅力にあふれ、世界中から人、物、企業が集まるようになることを目指すプロジェクト。今回の舞台は三隅西港。天草への玄関口、熊本県宇城市にある三隅西港。その魅力は何といっても明治から大正にかけて作られた建築物の数々。明治三大築港の一つ、石積港湾都市で、三隅西港は世界文化遺産にも認定されています。三隅西港がある宇城市の PR キャラクター、この城部長。ようこそくまモン。三隅西港では今面白い企画をやっているんですよ。それはくまモンを探そうデジタルスタンプラリー。専用のアプリをダウンロードして、6つのエリアで AR のくまモンと写真を撮ろう。全部集めると三隅西港オリジナルくまモンの待ち受け画像がもらえます。それではこの城部長と一緒にチャレンジ。最初のスポットは浦島屋。小泉八雲の小説の舞台にもなった建物を復元した三隅西港のシンボル的な2階建ての洋館です。その建物の中に ムルドルさんとは三隅西港を設計したオランダ人。早速チラシにあるくまモンのイラストをスキャンして、隠れていたくまモンと写真を撮ろう。くまモンの大きさはこんな風に変えられるよ。くまモン上手に撮れるかな。はい、くまモン。ムルドルくまモンとのスリーショット、楽しそうな一枚が撮れました。お、カメラマンくまモン乗ってきました。次のスポットは旧三隅海運倉庫。明治に建てられた美しい白壁の倉庫です。テラスからは新天草一号橋と綺麗な海が一望でき、運が良ければ目の前の海を泳ぐスナメリを見ることができるんです。イラストをスキャンして、撮影タイム。くまモンのポーズ指導が入ります。